どうも走れ多いチャンネルです。皆さん最近夏になってかなり暑いと思います。で暑い中やっぱり練習すると集中力って落ちると思うんですけど、そんな中ですね、今日は一人で行えて、短時間でできる守備練習を紹介していきます。自分のチャンネルができて結構すぐの方で紹介したので、もう一度詳しく紹介していこうと思います。今回は昨日ちょっとウエイトトレーニングをしました。だいぶ体がガッチガチに固まってしまっています。でちょっと今日午前中練習したんですけど、やっぱり動きがどうも硬いので、動きを入れた中のトレーニングをしていこうかなと思います。トレーニングいろいろあるんですけど、今日はちょっと守備練習を兼ねた、トレーニングということで、低い状態で動いて、ゴロ呼吸を繰り返す、でも一人でできるっていうのをやっていきます。で今回はこちらにこんな感じでコーンを置きました。このコーンをですね、ボールと思って取っていくんですが、やっぱりそのコーンだけに集中してしまうと、どうしてもこう目線が下を向いてしまうので、コーンが列になっています。その列をこうボールの軌道だと思って、向こうからバッターが打ってくる感じでイメージします。そうすると目線がこう下に行かずにこうボールの方を見れるので、打球に対してこうラインで入れると思います。やっぱりボールを取るときはこう点でボールを追ってしまうと、どうしても呼吸が近くなってしまったり、もしくはバウンドを合わせづらくなってしまうので、その場合はですね、こういう感じでまっすぐのラインをイメージして、そのラインに自分が入っていく、そんな感じでやっていきます。では行きましょう。はい、というわけで早速この練習を見ていきます。このゴロ捕球で自分が意識しているポイントはここです。まず一つ目、ボールの右から入ること、ここは確実に行っています。そして二つ目、右足の位置を決める。そして三つ目、かかとを立てて捕球。そして四つ目、取ったら前にステップして送球。これを繰り返していきます。では行きましょう。そしてもう一つのポイントとしまして、できるだけ頭の高さを変えないことを意識してみましょう。頭の高さを変えないと目線もブレませんので、ボールもよく見えると思います。目線がブレてしまうとバウンドも倍動いてしまうので見づらいかなと思います。そこを意識してやってください。はい、そしたら次はコーンの位置をジグザグに変えて、横の打球も想定してやっています。この時もしっかりと体の前で捕球することを意識してやっていきます。後半足が疲れてきましたら、足を動かす意識を持ってやってみてください。足を動かすことによって呼吸もしやすくなると思います。はい、というわけで今日は、短時間でできる、一人でできる守備練習を紹介しました。結構ですね、アップとかの時間を含めても、30分ぐらいで、練習できるんで、ちょっと時間がない時とか、ちょっと一人で練習したいなって時はやってみてください。結構スペースもそんなにいらずに、道路とかはちょっとまずいんですけど、ちょっと小さいスペースでできるんでやってみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。この動画のグッドボタンもよろしくお願いします。ではアイリッシュ、アイリッシュ。彼女に恋をした、頼まれした心丸出しで、僕を引き連れて寝の底で。